じゃあ49歳やもんね。49です。昭和何年生まれ？49年。何年？液晶のなんか悪い人たちの世界にどっぷりハマって、薬物の密売人、覚醒剤で MDMA 大麻みたいな、あ、コカイン1回に5キロとか100、200、300、わかんない、3億円ぐらいになるのかなって感じです。荷物を取りに行ったってことですか？そうなんです。そんでバッて囲まれたんですけど、あ、もうバレた。そう、アホですよね。休憩7年なんで。あ、休憩7年なんですか？そうなんです。7年、あとまあ1ヶ月ない感じですか？そうですね、もうないですね。あ、やばい、緊張してきた。だから頑張ってくるから、みんな待っててほしい。水ください。お水3つお願いします。めっちゃ美味しいです。お水お願いします。あ、お願いします。やばいです、めっちゃ早く食べ終わりそうです。ゆっくり食べます。美味しい美味しい。久しぶりに食べたな、ちゃんとしたうなじ。なんか残りの期間でこれ食べとこうみたいな、ここにあるんですか？あと、いや、とにかくあったかいもの、こういう、今日もなんですけど、こういうあったかいものとか、うん、そういうの食べれなくなっちゃうんで、うん、とにかく、やっぱね、ラーメンは食べたいなってのがありますよね。ダイエットとかそういうの関係ないじゃないですか、正直。これから余裕でダイエットできるんで、服役中に。じゃあラーメン、いや、でもそう、朝じゃないですか。そうなんですよ、ね。何時？まあ、大体昼ぐらいですよね。多分、どう思う？多分判決が2時とかだったら午前中、まあ、ギリラーメン食べれますよね。11時オープンとかとして、あ、12時か。地帯よくよくな、横浜地帯なんで。そう、地帯。池袋の人なんで。あ、でも全然行くっすけど。苦手なんですか、気持ち？いや、なんか。あげようかなと思って、キモ水しか飲んでない。優しい、めっちゃ、めっちゃいい人、うん、やった。ごちそうさまです。ごちそうさまです。美味しかったですね、めっちゃ嬉しいです。あと、ラーメンと食べちゃうとかも、やばいけど、いっぱいだったこう、なんかその辺しゃぶしゃぶ、すき焼き、ラーメン。めっちゃうまい、すき焼き。すき焼きがあってよかったかもしれない。お疲れ様です。もうすぐ飲めなくなる先を。次が22日ですか？次22日で、
でそこで休憩もと言われるからもうその休憩は受け入れます。で22日にいつ最後の判決か、最後にやったのが大体30日とか12月4日とか思ってる。 あれでも俺ちょっと気になってたんですけど、スノーさんって今彼氏とかいないんですか？ないです。逮捕される前まで、はい、あ、逮捕される前までいたんですか？まあ、今回の、うん、なんで別れちゃったんですか？逮捕されたから。その人とはどれぐらい付き合ってたんですか？離れてる方が早い、交流されてる期間の方が長いんで10ヶ月ぐらいとか。あ、じゃあちょっとちょうどその前に付き合ってたってことですか？ちょっと付き合ったんです。でも年齢詐称したんですか？何歳ってたんですか？36歳ってたんですよ。向こうの人は何歳だったんですか？この人多分40歳ぐらいじゃないですか。で、36歳として付き合ってたんですか？そうなんです。で、全然疑ってないから、まあ、バレないでしょうね、多分。そう、それで息子を弟って言ってマジで信じてくれてて、スノーさんがそういうことしてるってことは全然しっかり付き合ってたんですか？あ、なんか結構こいつ悪いやつだなと思いつつもなんか付き合ってくれてて、で、捕まった時に、あ、実は、ね49歳でしたって言ったら、それでも変わらずなんか愛するって言ったんですけど、終わった。連絡取れなくなっちゃったんですか？いや、取ってないし、自分が取れない。やっぱまずい、気まずいじゃない。36でも通用するっすよね。今まで彼氏どれぐらい、何人ぐらいですか？すげえアホみたいな質問したんですよ。全然いないですよ、全然です。本当に。でも結婚は1回でしょ？1回だけ。その子供生まれた時だけです。で、しかもそれもめちゃめちゃすぐ先抜いてるんで。ああ、そうか。え、でもそれから何人もいたんです、一応彼氏は。いたけど、そんな数えるほどですかね。彼女いないんですか？僕マジな話で言うとこれ超惹かれますけど、6年ぐらいないですよ。マジですか？はい。それ理由は何かあるんですか？めんどくさいから。いや、もうクズだからだと思います、僕。相当クズですからね、僕。これいつもこう朝方来るんですよ。朝方なんですね。で、朝来て週配100円じゃないですか。もうだからそれでもうベロベロになって家に帰るっていう、うん、あ、なるほど。朝方だから、ね、まあタバコも吸えますし ね、それいいですよね。最後にやり残したことないですか、もう今のところ。なんかその破壊行動のやつもやったし。え？破壊行動、物壊すやつやったから。物壊すやつ？うん、なんか池袋にもあるんでしょ。ああ、なんか家電とか腹とか投げまくってガン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 やって、ストレスをたくさん持ってる。そこに行って、お友達に行って、あとやり残したこと、あ、でも、もうでも行ったら切りなくなりそうで、なんか未練残りそうじゃないですか、いろいろ。あんま考えないようにして。本当に普通のこと言うと、向こうで虫歯になると抜くかあれしかないから、選択肢が。だから歯医者にとか入っておきたい。もう行きました。もうそのいなくなる分ぐらい歯医者に行かなくてもいい。そういう、まずその長年いなくなってもいいような体の病院に行ったりとか、そういうことをします。6年後5年後全然迎えに行けたら行きたいですけど、絶対来ないと思ってる。いや、やっぱ外にいる人と温度差が違うから、外にいる人は外にいる人で自由にしててほしいな。なるほどね。いや、行きますよ。じゃあ行きますよ。行きますよ。来ないよ。行きますよ。行きますよ。気持ちだけ、そっちやってか、変に覚えて期待するとあれだから、まあね、そうっすね。だからいらないです。僕ももう捕まってるかもしれないですからね、その僕自身がね。やめてくださいよ。僕自身が捕まってる可能性はあるから。やめてくださいよ、それ。酔っ払いました。酔っ払ってる。楽しいね。やめてよ。
ラ喋れないから。え？ベラベラ喋れないから。あ、酔うと？酔ってももともと？いや、ベラベラ喋ってるでしょ。喋ってる。喋ってますから。じゃあ49歳だもんね。49です。昭和何年生まれ？49年。何年？トラ。本当？何笑ってるの？いやいや、それ酔っ払ったら。じゃあホテル行きます？いや、本当にやってないから怖いんですよ、人とやることが。暗がりとかじゃないとできないと思うんですけど。え？暗がりしかできないと思うんですけど。あ、じゃあ、やるやらないはちょっと置いといて。やるのやめましょう。じゃあ、怖いんですよ、いろいろ。でも、やっといた方がいいってみんな言うんだけど。あ、そう、入る前にね。そう、誰かとやっといて。ああ。だけど、なんかひたすらにやらずに来ましたよ。いや、全然もう枯れてますよ。超枯れてる。じゃあ行きましょうか。やらなくてもいいってことですよね。ただ、なんか買ってきません？お酒とか。あ、そうですね。コンビニ行って。人間ってあるじゃないですか、欲が、うん、睡眠、欲、水欲、食欲、性欲ってあるじゃないですか、うん、僕がもしその逆の立場で刑務所入るってなったんですよ、うん、食欲はまあご飯は出るから、うんうん、で睡眠欲もあるじゃん、うん、だからその性欲が多分一番むずいところですよね、だからむずいところだと思います。なんか女の人って大っぴらにやんないし、ああね、男そんな大っぴらにやるような年齢でもないし、みんな どうしてるんですか、そのだ男で言うと当たり行きますとか言って、うん、トイレ行ってやったりするんですか？ないない、そういうのはないから。こっそりやるんですか？多分みんなこっそりと両組と布団とかでこう細かく刻んで入れてるんじゃないですか。あ、夜中、うん、女同士だとそういうのあんまり、そういう波が来たらそう処理する、ただそれだけみたいな気がします。わかんない、わかんないけど、なんか懲役行くとなんかそういうあんまみんなそんなエロい話とかする場所もあるけど、しない人たちはしないんですよ。人とか殺してる人しないんですよ。まあそういうなんか自粛してる感じがあって、放火とかしてる人もしないんですよ。なるほどね。長すぎてもう忘れてるじゃないですか、そういう人って長いから。もう10日切ってる？あ、10日切ってないか、20日ぐらいあるといいけど、ないか。寂しいですね。寂しいですね。せっかく仲良くなったのに。違うところで会いたかったですね。会いたかったです ね, ね。もうだってすぐですもんね。うん、私あのなんかやるっていうよりはキスがしたいです。ヤクザとも付き合ったことあるってこと？もちろん。そうですね、闇スロとかそういうとこで遊んでる人とかの方が、まあ、中国マフィアなんですけど、なんか日本で2人やってるからか、いろいろもう悪いことしすぎたから国外追放になってるんですけど、
験7年です。なのでだいたい6年ぐらいとかですよね、よくて。弁護士を変えたんですよ。あ、そうするともう一回できるんですか。そうなんですよ。なんかたまにこうすごいシャバに長くいたかったり、保釈をちょっと、ま、なんか伸ばしたい人とかがやる技、はい、でもあるけど、私はまあ別にそういうわけじゃなくて、もう一回ちょっとチャンスくださいみたいなふうにはしました。刑が重たすぎて、そうです、そちょっとこうあれにしてるとですか。そうそう、ちょっと頑張ってるけど、あんまり変わらない可能性も高いですよね。重いです。重すぎて。それで今回の求刑は何の罪で何年って言われてるんですか。その罰金刑とか含めて。関税法違反と麻薬精神抗薬取締法違反。最初は国際的な麻薬なんかすごい麻薬特例法だったんですけど、なんかそっちより罪重いんですよ今の方が。で求刑が7年で罰金が200万。今回の裁判費用とかめっちゃかかってます。どれぐらいかかるものですか。弁護士代は結構かかってますよね。で罰金も払わないと労役って言って、まあ、200万だったら2年ぐらい刑が伸びるから。ああ、そこそこ払えないとね。だからそれを用意したりとか、まあ、保釈金は300万だけど、あのその保釈金は本当に友人たちがあの裁判にかき集めてくれたので、それも返さなきゃいけないやつだから、だから全部今自分のお金を精算したら全然なくなると思います。出てからどうしようって感じにはなるかなって感じですよね。あ、でもやっぱ俺やっぱ裁判切れと思ったんですけど、やっぱだってたかが200万だったんでしょ。やっぱたかがっていうのあれですけど、まあそっか、 100g を200万で仕入れてまた売るっていうのだから、もうちょっとあれかもしれないですけど、超バカバカしいですよね。やっぱりこれやっぱそのね、何年もそれと、そう、その罪の重さのバランス考えたらバカバカしいじゃないですか。お金もかかるし、うん、裁判費お金なくて自由な方がいいなって思います。まあ、それね、あと判決結構長くなったから、あとだから本当後悔しない。12月20日ですねって感じなので、また飲みに行きます。はい、行きましょう。本当に毎回みんながすごい泣いてくれたりとか、辛そうな顔とかしてるのを見ると、やっぱり自分も本当に辛くなります。だからしょうがないんですけど、美味しい。あと何日ですか。あと15日。15日か。あと15日。どうですか、心境的に。うん、別に変わってないよ。毎日予定めちゃめちゃ入れてる、朝一個入れてる。どうせもう寝れなく、あの携帯いじれないから朝までスマホガチャガチャやったらええねんとか結構言われるけど、うちも朝7時に起きてる。早っ。規則正しい生活をしてるんですか。いや、もう長期の練習だよね。練習してる。逃げたりとかしようかなと思わないですか。あ、それね、私保釈されて最初の時思ったけど、逃げた場合どうなんですか。逃げたらどうなんですか、これって。どういう借金が没収になって、あ、そうかそうか、保釈中に逃げちゃったりから、そうそう、保釈金戻ってこなくて、で自分じゃないから人に迷惑かかって、で、あと指名手配なんのかな。なるなるなる。最初休憩聞いた時にもうちょっとマジで、あ、やだなと思って、なんかその日の川に飛び込みたいなみたいな思ったけど、そうするとなんかみんなが出してくれた保釈金とかそういうの迷惑かかるし、なんかいろいろ、そう、人に迷惑かけちゃいけないなと思って、あ、じゃあやっぱ行ってくるしかないなと思って。10ヶ月拘留された時に全家全歴ない友達たちの支えがすごかったんですよ。で、私一応今までそのあんま表だってそういうこと言わず、海外のなんかアパレルの輸入とかして
バイヤーさんっていうんですか、うんうん、だからそうやって言ってたんで、建前上は言ってたから青天の霹靂って感じだったんですけど、そういうの知ってて、私のその全服役とかも知ってても、みんな友達出てくれるし、その子たちを裏切りたくないって思いがめちゃめちゃ出ました。それまでは結構ふわふわっと生きてたかもしれない。確かに。でやっぱ息子にもすごい迷惑かけちゃったっていうのもあります。だから、うん、今回でもうなんかこういう家業から足を洗おうっていうのもあり、そんななんかこそこそして過ごすよりはなんか堂々と出てる、なんかそういうふうにいた方がいいって感じ。受け入れてるってことですね。あ、全然受け入れてる、うん、もうだってめっちゃくちゃ最近のなんかどうやったなんか資格取るやつとかそういうのも調べてる。あー、刑務所内でね。そう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 、うん、母がギャンブル依存症で、父がアル中でした。もう水道とかガスとか電気とか止まるような感じだり感じだったし、うん、毎日こう、うん、喧嘩の声がもうすごい、うん、いがみ合った家庭で育ってて、でもうだからちっちゃい時は本当パチンコ、お母さんがのパチンコついてくるの嫌でしたもんね、マジで。早く終われ、負けろとか思って、あの見とったんですよ、ちゃんと在宅介護でにして。うん、もうそこは自分の中で自分をその人生振り返って褒めれるところ、今回ってないと思って喋ってるんですけど、分かんないですけど、あ、そうですね、あの誇れるところはその親の介護とか、その親をの親も借金だらけだと親の借金も返せたとか、そういう、うん、そういうところですか。でもガチで7年丸々行くならちょっとしんどいけど、うん、私下がると信じてるから、うん、3年ぐらいで帰ってこれる気持ちでいて、それまでの借借とか全部入れてな、計算でね、あだったら、うん、いきます。昨日は何やってたんですか？昨日って言った、今日もまで福岡で最後の友達と、あ、福岡にいるお友達のとこに行ってたんですか？そう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 、で、息子とかも一緒で、息子の彼女も一緒で、なんかみんなでめちゃめちゃ遊んで食べまくってた。何食べたんですか？油そばとカレーも食べた、謎に。で、なんかあとは、だってもう食べ過ぎて思い出せないぐらい。もつ鍋食べました。もつ鍋食べた食べた食べた、多分どん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 太ってるのは間違いない。これめっちゃ美味しい。全部入所飯だ。で、昨日映画とか見たけど全然誰も頭に入ってない感じ。とりあえずは一回帰ったらですね、荷物取り行って明日朝行って。荷物結構多いんですか？うん、タオルと歯ブラシ。下着とかはいらない。下着はもう指定のやつ、指定のやつ、女子は指定。なんかもうすごい本当にババシャツみたいなのとババパンツ、なんかあの男とかだとね、下着はなんかそんな過激なやつなかったら大丈夫ですか？そうでも女の人はないから。全員一緒なんですか？全員一緒。 L とか M とか S とか、あ、そう、サイズ別なだけ。だからなんかそういうの買うお金もちょっと持っていかなきゃいけないし。いくら持ってくるんですか？へえ、うん、なんかね、そういう下着とかだけだから20万ぐらいあればいいのかなと思って。あ、20万持って入るんだ。さすがに何を欲しいんですか？本。何系の本欲しい？ファッション、ファッション誌。いや、全然ファッションとかだって中でできないから、たまにとか。小説？小説とか、あと漫画とか。で、手紙は楽しみにしてます。なんか手紙しか多分楽しめるものってか嬉しい、シャバからのなんかつながりがないから。あとまあ本とか届くかなとかなるけど。楽しいですね。ね、飲みましょう。ちょっと言いにくいですけど、あと何時間、もう最後24時間はまだあるけど、明日後半が1時半で、11時半にともなんかみんなで集まってみたいな。あ、明日1時半。あ、その前にみんなに一回お友達のこと集まるってことですか？そう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 。で、最後
寿司を食べたいって言ったんだけど、もう諦めて、うん、そうそう、あと歯ブラシを買いたいんですよ。歯ブラシ、うん、あの柔らかめの歯ブラシがあると、あの4年分ぐらい買ってきたいんですよ。あなんか柔らかめのやつはその中で買えないから、ないから、でタオルとかはみんながそのプレゼントでなんか4年分ぐらいくれたから。へえー、お友達が、そう、お友達が柔らかめですか。そう、細いっていうかこれが多分ない、みんな硬いやつばっかなんですね。そう、何本でも1本どれぐらい使う計算？2ヶ月に1個だとしても、2ヶ月に1個だったら、うん、2612で、うん、6×、ちょっと48本ぐらい買っとこうと思って。はぁ。ちょっと待って。何本買ったかもわかんなくなってる。数えた方がいいっすよ。自分の荷物、保管できるんですか？保管できるとこあるんですか？なんかキャリーケースみたいに入れて。ああ。で、ダメになったらまた私を出せるっていう感じですか？ああ。はい。どうもー。いや、本当、これは思い出さずにはいられない。朝と夜と、あと歯ブラシ変えるたびに思い出す。クリスマス前ですからね。ねえ。ちょっとあれです、いよいよ。そう、判決です。なんか余裕そうっすね。全然余裕じゃないよ、めっちゃ、いやめっちゃやっぱ動揺はしてると思う。ああ、うん、これは何入ってるんですか？これはなんかタオルで、何これ、タイダイ柄、全部タオル、すごいカラフルじゃないですか。すごい、みんなからのプレゼント。なんか色がないから、そうそう、刑務所色がないからちょっとでも、そうカラフルでいたい。そうなの、そうなの。あとは歯ブラシ持ってきますわ、もうこれではいはいはい、もうこれとタオルがあれば大丈夫って感じ。今10時半か、うん、13時半にあれですね、横浜地裁の方に行くって感じ。最後寿司を食べたいって言ったんだけど、もう諦めて、寿司三昧いいですか？うん、寿司三昧で。11時。ああ、ダメだ。食欲はいっい。ねえ、それはさ、やっぱちょっと緊張してくると食欲ってなんかあんまりなんだけど、でも食べたい。あ、あった。やった。ここはやってんじゃないかな。うん、24時間って書いてある。いただきます。じゃあ最後の乾杯です。乾杯で。ウーロン茶ですよ。うん。ちょっと聞こうかなと。その時どう思ってたんですか、その僕のことっていうか。なんか本当普通に好きです。あ、こういうのどうしたらいいんですかね。いや、なんかすみません、なんか俺ね、そのなんか変な感じ、ごめんなさいっていうものでもない、いうのもちょっと失礼かなと思うんですけど、うんうん、良かったっちゃ良かったですか。うん、どんぐらいですか、ほぼ1ヶ月ぐらいですか、何回か遊んだすんで、うん、でも、なんだろう、何の張り合いもないよりはいいんじゃないかな。僕
ここも楽しかったね。楽しく遊べたからよかった。だからそういうことはもうできないから、もう今日がお別れになって、でももし出てきてなんか連絡が取れるならまた普通に飲みに行ったりとかできたらいいなっていう感じ。やばい最後のつけてガブッといきますね。無理しないでください。めちゃめちゃ欲しがってるんだけど、ちょっと判決にビビってるところが進まない悔しさ。味しないでしょ、だってします味しますイクラとウニの味、ちゃんとした海ぶどうの味もしたよ。本当？うん、した。よかったです。冷たい。いきます。最悪これか無理、ちょっとこれだけいただきます。ママ、ちょっと胸いっぱいで流し込まないと入っていかない感じ。最後ごちそうさまです。ごちそうさまです。もうこれで生物も食べれたし、あとは行ってきます。この女性はそういう感じ見えないですよね。この女性がね、そんな感じ見えないですよね。お客さんですか？そう、あ、私そう、はい、なんかね、今ね、裁判所に向かってんだけど、タクシーの運転手さんも昔刑務所に入ったことがあるからあ、お客さん、女 の女性。そうだ、見えないですよね。見えないですよ、自分付き添いでもらったのかな。あ、自分だって8年ですけど、あの、お宅ばっかりと思ってる。いや、そうなんですよ。なんかアドバイスありますか？ありがとう先輩。まあ短期を起こさずに、短期を起こさずに喧嘩したりしたら伸びますからね。喧嘩しないですよ、そこらしい。ありがとうございました。ありがとうございます。短期を起こす。8年入った人もやり直せてますからね。はい、楽しそうにしてたじゃないですか。楽しそうにしてた。ああ、だからまあもう短期を起こさず、短期を起こさないと思うよ、性格的に。ああ、早く出れるってことを考えて。そうだね、真面目にというかね。うんちょっと最後元気くれたかもしれない。あ、こんにちは。もっとギルト。こういうつながりで。なんか株のね。株。株。株とかをやってた時があって、その時の。もうそれは悪いことだよ。全然悪いこと。みんな悪くて、投資のなんかそういう。みんな前科前歴も薬物も誰もない。美容系です。美容系で。みんなそれぞれ違ったところでやってるね。そうそうそう。あ、それでみんな仲良くなっちゃったみたいな。そうね。ね。そんな感じに見えないじゃないですか。最初聞いたときびっくりしますね。ね、いやいや、びっくりした。だって言ってました。みんなその言ってない。だからみんなすごいね。福岡から皆勤賞だよ。か、全部来てるんですか。うん、でも私は、ね、うん、なんか知ってるから。ああ、ね。私は本当にこれは裁判長に
でも言いたかった一言があって、ちゃんは世界一可愛くて面白くて優しい犯罪者っていう、本当に人としてすごいいい人だし、優しいし可愛いし、人なんかもう人懐っこいし、本当にみんなに好かれるし、ね、なんかその心配してたよ、人を傷つけるようなことだったらダメ、例えばオレオレ詐欺やってるって言われたらやめなよそんな可哀想ってなるけど、やんないよ、ね、うん、なんか直接人を傷つけてる話は聞いたことなかったから、私はそれだから、なんかあるのそういう流儀が、ちゃんと行くバケーション用貯金箱作って、それで貯めとくね、じゃあ私報奨金貯めとくね、どういう心境ですか、まあ、しばらくお母さんと会えなくなっちゃうんですよ、やっぱり昨夜が一番センチメンタルなあれ、あの気持ちになりました。人が死んだ時もやっぱり実感が湧かないとなかなか泣いたりしないと思うんですけど、そんな似た感じで、でもそのなんか実感が湧いた時にまたもっと話になるんだろうなと思います。まあ今はね、このまま逃げるか逃げるか逃げるか、いや、そんな友達を裏切れないから行く行くけど、やばい、緊張してきた。じゃあ裁判僕も行くんで、はい、捕まった時から本当に支えてもらって、本当に本当にありがとう。もうなんかありがとう、なかなかね、もうこれでしか言えなくなっちゃってしばらくいなくなっちゃうけど、本当にもう感謝しかなくて、で待っててくれるって言われるのもすっごい嬉しいから、だから頑張ってくるから、みんな待っててほしい。出所飯行くんで。休憩7年、罰金200万に対して、懲役5年の、罰金200万、未決190日引いて、まあ、4年半ぐらい、実刑です。裁判中のお母さんの判決受けた後のお母さんの表情とか見てました？はい、まあ、結構その時に決まった腹の顔をしたまあ、そんなね、こう見られることもなく、ね、受け入れてる感じでしたけどね。そうですね、まあさすがスパーさん。息子さんはそういうなんか元々ハングルみたいな感じなんですか？元々はそんな感じなんですけど、今回私捕まってめちゃめちゃ今回私保釈出すのに法に掛け合ってくれた、法っていうかいろいろ調べて全法律好きになって弁護士目指してます。あのやっぱりでも社会的に地位とか信用がある弁護士さんを息子が取ったとなれば、あなかなか素晴らしい選択だと。出所しただけ息子が弁護士だったら生活の不安もないし、そういうふうにどっかで助けてあげられるなっていう感じです。弁護士権とか、本試験とか、司法試験とか、合格して、できれば母親の死の出所する前に、弁護士の勝ちを手に入れて、その姿で、父親に向かって母親が出てきた時に不安にならないようにしてるね、そういう風に親孝行してあげたいなと思って、
来る人も、うん、ちゃんと変わらずにみんな待ってるから、俺も入ってない間に頑張るし、心配なく頑張って遊びに来るっていうか、もう一回行きたい。何これ、タイダイ柄全部タオル、すごいカラフルじゃないですか。すごい、みんなからのプレゼント。え、なんか色がないから、ほんと大体あれですか、1ヶ月に1回ぐらい。あ、そうですね、半月は来るよ。OK、じゃあ待ってます。はい、そうでした。あ、元気そうです。あ、なんか差し入れしたんですか。はい、パンとか靴下とか、あ、そういうやつをちょっと頼まれたんですけど。あれから、横浜高知行ったんですよね。はい、横浜高知行って、はい、その豊橋女子に移送されたのっていつぐらい。2月末か。そっかそっかそっか。どこでした、何か言ってました。うん、食べ物ですね。本当に食べ物命みたいな感じで言ってました。もう飯しか楽しみがないから、うん、本当にご飯のことだけ。ぜんざいとか、うん、パンが出る日はもう本当に脳内ホルモンみたいなのがすごいドバドバ出るって言ってました。ああ、本当。甘いもんなんですね。うん、刑務作業的には何をやってるとか。水上っていう、そう、水事工場っていうところでやってて。あ、ご飯ね、ご飯作る。はい、そうです、そうです。今回たまたまうちの母親移送されて最初からずっと水上なんですけど、うんうんうん、優遇されてる部分もあるんですね。個室で一人でテレビが見えたり寝っ転がったりとかできるんですけど、その分その仕事がすごい大変だった。なんか朝の5時20分から夕方の6時ぐらいまでぶっ通しで働くらしいんですよね。で、まあ13時間労働ぐらい、うん、飯を落としたりとか、うんうん、飯を他の1人10人分足んないとか、そういうミスをすると、まあ、懲罰になったりとかっていう、なんかもうそんなの、すごいいろんな、やっぱご飯だからこぼさないようにっていうのすごい、それでプレッシャーかかるらしいんですね。あ、
だからすごいもう本当にとにかくその一つ一つ全ての物事にすっごい責任を感じるから、もうずっとプレッシャーがきつい。重いものとかも毎日運ぶらしいんですけど、もう今人生で今が一番働いてるって13時間労働ですね。見た目的には変わってましても、多分半年とかになると思うんですけど、習慣されて、まあ、やっぱ年なんで多少やっぱちょっと白髪染めをしないから、あちょっとやっぱ白髪は年齢層になっても、まあでも肌ツヤもまあ、シャバにいた時と同じようにとはいかなくても十分綺麗だと思います。女子刑務所 の髪型とかって男子の場合は坊主じゃないですか、うんうんうん、髪基本長い人が多いと思うんですけど、その人全員団子にしますね。規定カットっていうやつがあって、それが唯一カットでできるらしいんですけど、それだともうショートになっちゃうらしくて、嫌だからもうずっと団子でいくらしいです。あ、でもショートカットかお団子。そうです。結構だからそのね、美容に気使ってらっしゃったじゃないですか、うん、その兵務者多分全くその 無縁なところじゃないですか。スノーさんなりにこう美容のケアとかはしてるとかって言ってました。いやもう全然日焼けもするし、もうやれることって言ったらなんかよくわかんない化粧水と乳液でちょっと保湿するぐらいなもんで、うんうんうん、ほんと全然何もほとんど何もできないって言ってました、うんうん、もう本当にそれがメンタルにくる。やっぱりきついことはきついんですよね、もちろんね。いやまあそうですね、刑務所ですから、うん、あーなるほどね。皆さんの言葉とかがすごい支えになってるって強く言ってましたね。あ、本当。スクリーンショットとかプリントして入るんですよね。あ、だから YouTube の、 まあ、再生数とかそういうのはそのスクリーンショットとかで手紙で送ったりして、うんうん、結構コメントひどいコメント多かったですけど大丈夫ですか。いや全然やっぱそういうのも覚悟の上だから、うん、まあ、そこで動じてるっていうのはないですけど、まあそれね、やっぱ正論だなっていうことはやっぱそれはそれとしてちゃんと受け止めて、反省するとこ反省してやってます親子で49歳に見えないってコメントを書かれて喜んでました。めちゃめちゃ喜んでます。やっぱ若いってやると嬉しいですね。そうですね、割とうちの母親のアイデンティティはそこに保たれてるので。なんか出所したらね、やりたいみたいなことなんか言ってました、うん、これやってみようかなと。介護とかの仕事で就きたいから、うん、その資格を取るっていうことを取りたいということは言ってたんですけど、あ、ちなみにうちの母親は全く料理ができないんですね。で、結局マジ本当にご飯も僕が普段作ったぐらいの感じなので、今回推奨になったから多分2年とかこれ働くとなんか調理師免許取れるんですよね。あ、そう、はい、なんで、まあ、ちょっとそういうのを生かして出所後にその中で炊事工場で作ってたご飯をその提供するようなスナックとかをちょっとやりたいなんていうことを結構最近実は言ってます。スナックもね、まあまあ合いそうですけどね、はい、酒が好きなんですよね、うちの母親はとにかく、うん、なんでうちの母親らしいかなと思います。反省はやっぱしてる感じですよね。もう そうです、ノートでもやっぱそういう獄中の思いみたいなのたまにちょっと最近腰遅いですけど出してるんですけど、うん、今のこの感情が更生と呼ぶのなら私はこのまま更生の道ですか。孔明君は進みますか、弁護士の仕事も結構やってて、もうそれでも合間縫って結構やるようにしてます一日平均5時間なんて到底できてないんですけど、でもこの前個別指導の先生にちょっとやりにくい結果を見たことが割とできてる方なんじゃないかっていうちょっと褒めたんじゃないかってちょっと自信になったんですまだまだ頑張りますから。たまたまトラックが通って星の光と月の光だけのところしかなに降ろされてワードコ状態だったんですけど映画みたいですねそれでトラックに乗って帰ってきたんですか、うん、それでそう友達合流できてよかったよみたいな。